ーナビとか使えるんですか？あ、使えますね、はい。お住まいはお近くですか？うん、近くです。あ、そうですか、はい。どれぐらい持つんですか？ですね、はい、だいたい7年で3割の劣化ですね、バッテリーに関しては。ここは右折できないんですよね、確かに。そうですね。静かですね、うん。大体どれぐらいの頻度で充電するんですか？ですね、もういつでも充電してもらいたいんですよ、このテスラに関しては。はあ、コンセントがあれば。あ、最新のリチウムイオン電池使ってますんで、うん、逆に言うとその充電できない環境っていうのはあまり好きじゃないですね。電気充電できるときは常にコンセントに挿しておいてもらいたいので。そうっすか。いやー、めっちゃ静かですね。はい、なんかバッテリーがの重量がかなり。そうですね、バッテリーはかなり450キロがありますね。ですよね、はい。まあ、本当にあの車は軽いので、はいはい、車を軽くしてバッテリーの重い分をまあ稼いでるっていう感じですね。別に怖いです。エアコンも使ってももう 5%、10% ぐらいの劣化で済みますね。あ、もしもし、坂東です。はい。あ、お世話になります。もしも、あ、そうですね、今日、そうですね、11時で、着きましたらお電話いただけたらと思いますんで。はい、よろしくお願いします。1回充電するとどれぐらい走れるんですか？1回充電すると、400キロ走れますね。あ、これはすげえ。ミニハンドル車はないんですか？ミニハンドルはあります。あるんですか？ちょっとここで変わりましょうか、運転を。